とつき満札の清水です。今日はですね、元博報堂の作家の本間龍さんをお招きしてですね、電通やべえなっていう話をしたいというふうに思います。電通なんかでもやばいなっていう次元を超えてきましたね、ここ最近は。ね。なんか今まではこう、きちんと調べてみたら、電通がやばいみたいな感じだったのに、いや、今回のはなかなか来てるなと。舐めてるのかなっていう、感じのもので、まあ、東京新聞にも上がったんですけども、持続化給付金の受託法人事務所また無人、前日報道に公開というふうなニュースがあって、まあ、こう下に貼り付けておきますけども、まあ、本当、なんか呆れるばかりな話なんですが、ちょっとこのニュースを解説していきたいなというふうに思っています。まあ、本間さんはね、元博報堂の方で、原発広告という本をですね、博報堂を辞めてから書かれていて、もう本当すごい本なんですよ、これは。我々が、その電通と電力会社によって、いかに、その原子力というのが安全かということを40年間、4兆円かけて刷り込まれてきたということが、もうこれでもかっていうぐらい、こう書いてあってですね、もうすごい本ですよ。まあこの番組はね、こういう著者さんとこう読んで、で、皆さんにこの社会の問題を伝えたり、本の楽しさを伝えていくという番組ですので、よろしければチャンネル登録といいね。あと、本間さんが6月13日、明日ですね。明日にイベントをされますので、ぜひ参加してほしいなというふうに思います。はい。で、このちょっとですね、記事を、読んでいきたいんですけども、まあその前にその、まあ、電通がなんでやべえなっていう話になるかっていうとですね、まあ、今回その、公共事業というか、まあ、国からの事業ですね、事務委託費769億円を受注したとある一般法人、社団法人があります。で、これが、電通が、まあ、絡んで設立していたところなんですよね。で、ここが、持続化給付金約4兆円ぐらいを、配るんですけども、この4兆円のうち、2兆円分を配るための予算が769億円。これを、この社団法人が受注してます。まあ、イコールほぼ電通。で、うん、この社団法人が、なんとですね、20億円だけ抜いて、電通に丸投げしてると。うん、すげえな、と。で、そして電通はその749億円をさらに電通ライブに丸投げと。で、それに関して、そのおかしいじゃねえかって言われたら、他のに比べたら中抜きしないんだっていう記者会見を開いてですね、マジかよっていう。話なんですが、まあ、それに関しては別の動画を撮りましたんで、今日はその社団法人がもうほぼ実態がないんじゃないかっていう話を、本間さんとしていきたいなと思っていて、この、ちょっと最初のね、段落だけ読むとですね、国の持続化給付金を受託した一般社団法人サービスデザイン推進協議会の東京都内の本部事務所は10日午後無人だった。法人は前日9日報道機関の代表に内部を公開したばかり、実態が乏しいという疑念の払拭に努める姿勢を示したが、訪れた野党議員はパフォーマンスだったと批判したというふうに言ってますね。で、まあこれもうちょっとだけ細かく言うと、事務所の入り口には民間の警備会社の男性警備員が2名立って、場所を塞いでいて、中には誰もいませんというふうに説明、いつ戻るかの説明についてはわからないを繰り返したというふうにこう言ってるわけですよね。はい。嫌ですよね、この警備員さんも。いやー、もう本当ね、嫌でしょうね。嫌でしょうね、本当。おかしいと思ってるだろうね。うん、いやー、まあそうでしょう、本当に。でも、これすごいなって思うのが、なんかこれもこんなの幽霊法人じゃねえのっていうふうに、もともとまあ言われていて、なんか見に行っても誰もいる気配がないと。おかしいんじゃねえかと。769億円の、もし売り上げ、ね、769億円を、一遍の仕事、受注ですよ。これを受けるような会社が、事務所いたら誰もいないなって。それ普通に考えて詐欺かなって、思いますよね。まあ思いますよね。で、ちなみにその、ありえない。うん、769億円がどれぐらいでかいサイズかっていうと、電通とか博報堂が、トヨタとか、そういうすごい大きなクライアントから、年間でもらう広告費ってどれぐらいなんですか？やっぱりもし一社独占してれば、はい。例えば日産とかだったら3、今、まあだいぶ減っちゃってるからあれかな。うん、でもまあ300億ぐらいじゃないですかね。ね、日産で年間300億なわけですよ。で、今回は一発の仕事で769億円受注してるわけですよね。すごいですよ。すごいね。それでいい。日本はすごいですよ。ね。それで事務所行ったら空っぽって。はぁっていう、うん。まあしかもね。うん、普通のスポンサー相手だったら、うん、300億とか400億円扱いもらおうと思ったら、
自社の社員を100人以上は貼り付けないと、とても回らないですからね。回らないですよ。サービス協議会にいるのが、どう見ても100人いるようにはとても思えない。いや、100人あそこに入ったら3密どころの騒ぎじゃないですか。とてもそう見える。窓ガラス割れて人落ちますよ、あそこに100人入ったら、多分。まあ、いいとこで10人ぐらい、ね。10人か20人でしょうね。だって一応人がいますよって見せたときに、あそこになんか6人ぐらいしか人がいなかったらしいんだ。で都内15箇所以上に分散していて、もう、しゃかりきになって仕事してますって。とてもそうは見えないよね。見えないよ。じゃあ、そのね、都内の他の事業所のリスト見せなさいよっていう話だよね。そうです、そうです。でもそれを言うと、それは秘密です。そうなんですよ。すごい、だから本当ね、いや、だから一般の、何やってる企業かわからないようなところはね、で、それでもいいけど、一般の自分の金で何やったっていいけど、これ税金使ってさ、税金使ってるわけで、それがさ、都内のね、何箇所で今一斉にこうみんなしゃかりきでやってますって言うんだったら、お前ちゃんとそれ全部見せろよって話ですね。はい。それがなんか、それは法律に抵触しないんかいっていう話だけど、まあ、もともと抵触しないのかどうかっていう話になると、今回のこの、要するにこの、いきなりこう丸投げしてるじゃないですか。はい、まあ、丸投げだと本当は禁止してるわけですよね。だけど、それに、まあ、いろいろ理屈をつけて、丸投げではありませんって。投げたら丸投げだったっていう。そうですね。国も把握してないっていう。本当に。いや、だからすごいよね、やっぱね。本当、まあ、それですごくやっぱり、だから、まあ、電通ってね、まあ、電通も博報堂もそうなんですけど、やっぱりほら、大きな仕事の一つに、はい、スポンサーのそのブランドコンサルティング、ブランドコンサルっていうのがありますよね。はい、あなたたちの会社のブランドはこう、もっとこうしていけば、もっとね、認知が上がりますよとか、好感度上がりますよっていうのを、もう毎日どっかの企業に行っちゃ偉そうにプレゼンしてるわけです。はい、だけど、それが、こと自社のことになると、もう本当にからっきしいい加減なんだよね。これはもう前からずっとそうで、はい、例の高橋まつりさん事件。ああ、そうですね。あんな事件なんて、もしそれを電通が、電通の仕事、電通内で起きたことじゃなくて、まあ、どうでもいいけど、電通のスポンサー企業の中で起きてたってことだよ。そしたらもう電通なんてもう絶対に何やってるんですかと。すぐに社長会見開きなさいっていうね。そういうコンサルしてたはずが。だけど、自分たちのことになると、もうめちゃくちゃ遅くなって、結局、高橋まつりさん事件の、あれが、あのニュースが明らかになってから、当時の石井社長が退任会見するまで、3ヶ月か4ヶ月ぐらい、たらかしにしてたからね。まあ、それぐらいで、あと、結局、ほら、みんながいろいろ質問しても、答えないとか、まあ、NHK とか、みんな怒ってたけども、まあ、それぐらい、結局、いい加減なんだよね。だから、その、体質が、またも、何も改善されてないっていうことが、まあ、はっきりして僕は大変嬉しい。そうですね。ね。本当に。いや、やっぱり、このね、この傲慢なテイストっていうのはもう本当に何が起きても変わらないんだっていうね。だってこれすごい話なんですけど、だってね、持続化給付金2兆円配る分で769億円事務費が必要なんですよ。で、これ実際4兆円になってるのね、二次補正予算の分も合わせると、まあそうすると1500億くらいなんですよ。で、そうするとですね、大体国民1人当たり
1200円か1500円、その委託費を払ってるわけですよ。税金を通じてね。1億、だいたい1億で割るとそんなもんですから。うん、まあ、1億かける1万が1兆なんで、まあ、それだから1億かける1500にすると1500くらいになるじゃないですか。まあ、ということは、我々の財布から1500円ずつくらいね、この未成年者除き。まあ、未成年者ももう消費税払ってるから、それも言うとだいたい1250円くらい払ってるわけですよ。でね、皆さん考えてほしいんですけども、まあ何でもいいや、1250円の商品。うん、私今、これ、パッと出てきたのが、ビタミン C。これ。ビタミン C。カラ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 。これですね、まあ900円くらいですわ。で、これがね、もしね、なんか不良品だった。とかね、あるいは、この、注文にはね、2週間で届きますって書いてんのに、うん、2ヶ月経っても届かねえぞとかっていうふうになって、で、しかもそれがもう頻発してると。うん、そこら中でってなって、もうどうなってんだこの野郎っていうふうに言ったら、事務所に行ってみたら、誰もおらんと。で、普通に考えて詐欺じゃねって思うし、で、今回の件は、いや、いますいますっていうふうに言って、ほらほら見てね、ほら仕事してるでしょって言ったら、えらいなんかこのサプリメント作ってる会社の割にはちっちゃいなっていうふうにこう思うわけですよ。ですよ ね。で、そんで、まあ、まあでもおるんかと思って行って、次の日行ったら誰もいないっていう。もうこれ子供の嘘じゃねえんだからさっていう、ほんと。何なんですかね、これは。ほんと。ねえ。このなんか。本当に不思議なんだよな、うん。だってそんなことやって翌日行って誰もいなかったら怒りを買うって、普通の人間ならわかる。普通の人間ならわかるし、ちょっとずるい人間だったら、いや、とりあえず、1ヶ月は誰か置いとこうとかね。うん。うん、なるでしょ。なるよね。なんかこの、もう、ああ、見せたからいいもんって。マスコミ見せたから終わりだって。どういうことなんですかね。ねえ、だから、あれかな、言い訳としては、あれかな、うちはリモート中だから3日に1遍しか出社しないんだとか、まあなんか多分しれっとそういうことを言うんだろうね。あ、そう、それで笑ったのが、はい、その、おとといは、まだいた時に、その記者が、随分とその書類が少ないんですねって言ったら、うちは全部書類はクラウド上にあるんだって言った。なるほどね。笑ったわ。だってね、いや、それはクラウド上にあったっていいよ。いいよね、別に。あるでしょうよ、うん、確かに。だけどさ、ああいう経産省とか、官庁関係との仕事って、うんもう紙ベースが狂ったみたいに多いよ。そうですよ。本当に。ね。クラウド上だけでね、やり取りできるね、うん、企業なんて、日本なんてまだ全然少ないわけですね。少ないっすよ、本当。でも、逆に言えば官庁なんて、うん、クラウドのとこでどころか、いまだにお前ファックスで紙でやり取りしてんだぞ、ねうん。それが主流なんだから、うん、やっぱ紙の資料がないっていう時点で、うんまあもうね。怪しい。怪しすぎるよね。うん。怪しすぎると、怪しいねっていうふうに言ったのは、このマイルドに表現すると、怪しいっていう感じで、うん、まあ限りなく黒に近いグレー感という感じかな、本当に。ですよね。でもどちらかというと興味があるのはですね、こんな子供の騙しみたいな嘘でいいって思ってるその精神性。うん。これ何なんですかね、これ。まあだから馬鹿にしてるからや。いやもう、やっぱ、だからもう馬鹿にしてるとしか思えないですよね。うん、まあ一回見せたからいいだろうっつうふうに。で、どうせお前らギャーギャー言ってるけど、もう決まってっから、うちらは。権力側だからみたいな、なんか、もうそういう匂いがプンプンするんですけど。うん、これがいわゆる、まあ、ね、電通マインドってやつか。まあ、そんなに、まあ結局、国会でね。はい。その経産省が、いやまあ、ちゃんと法律にのっとってやってますと、うん。で、問題ありませんって言ってる限りは、うん、彼らが自分の口で、うん、今回はダミー会社通してすいませんでしたって言わないわけ、ね。そりゃそうだ。それは言わないわけだ、うん。だから、まあ、経産省が頑張る限りはね、うん、彼らも別にどこにも頭下げる必要ないし、うんうんうん
まあ、というか、この間、一回、とりあえず会見やったじゃないですか。うんうん、やりましたね。で、いろいろやったけど、まあ、いい加減な雰囲気は、こう、ちらつかせてたけれども、うんうんうん、別に、その、何が悪いというわけではない。うん、違法ではない。うん、悪いから、じゃあ、この給付金の仕事を辞めますとは、ならない。うんうん、で、補正予算からまた800億いただいちゃいますって、話だしね、うん。ごちごちみたいなね。うん。いいよね。いいなぁ。あんな仕事でさ、本当に。羨ましすぎる、ね。羨ましすぎるよね。うん、まあ、そういうそのシステムがやはり日本っていう国にやっぱりこう、あってね。はい、もうこれ、ただ、このとにかく、もうこんなのちっちゃいやつはいっぱいあるわけですよ。うん、そうですね。うん。うん。そう、俺もね、ちょっとお友達からさっきメールが来て、はい、昔ね、はい、4、5年前に、うん、まあ、お名前ちょっとあれですけど、はい、まあ、ある東北の町でお仕事された人なんですけど、はい、東北経済産業局というところから、うんうん、まあ、お仕事もらって、うんうんうん、商店街の活性化コンサルティングのお仕事をちょっとしたときが、はい、そしたら、それ一応ほら、東北経済産業局だから、なるほど、経産省の下だよね、はい、地方の、うん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 、地方出先なんだけど、はい、ギャラの支払いは、全国商店街支援センター。ほう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 。っていうですね。はい。やっぱり、なんかよくわからない、財団というか社団法人かな、あって。全国商店街？商店街支援センター。はい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 。これか。うん。で、これはですね、はい、電通の事務局。なるほど。っていうのもあるわけですね。ビニールサインに入り込んどるわけですね。まあそうそう。だからそういうのってほら可愛い金額なんだよね。うんうんうん、多分これ全国ってついたってまあ1億とか2億とかぐらいの予算だと思うけど。うんうんうん、だからでもこういうのをね、やっぱちゃんと取りに行ってるわけですよ。うん。こまごまね。そうそう。で、そういうお仕事をしてるとね。はい。まあ経産省とかが、おう、ういやつじゃって言って、たまにこう。ボーナスをドカンとプレゼントしてくれるわけです。うんうん、全国、商店街、振興支援センター。支援センター。桑島俊彦さんという人ですね。電通の人間のですね、どういう人かな、桑島俊彦さん。で検索すると、いっぱい出てくるな。うん、なんか本書いてますね。おう、うん、商店街 IT 革命っていう本書いてます。うん、商店街 IT 革命。2000年に書いてる。うん、古っ、うん。あ、早いね。うん。だから目の付けどころは早い。うん。小島さんのプロフィールが書いてないな。おう、なぜか、そのアマゾンに。のマーケティング局上がりとかそういうんじゃないですか。うん、ちょっとね、そこまではわからないですね、現時点では。うん、いや、でも、昔から電通じゃなさそうですね。うん、烏山駅前通りの商店街振興組合の理事である著者が明かすとかっていうふうに書いてるんで、電通、20年前にそういうってことはないと思うかな。うんうん、まあだからそういう実に細かいこともやってるっていう、ね、うん。やってますね。本当に。うん、ビニ入り、サイニ入り。やってるわけですね。そうそうそう。うん、それで成功もすれば失敗もすると。うん、それで、なんで言ってっけ、そのほらで、経産省の前田中小企業庁でしたっけ、はい、確か、長官ですよね。うん、そうそう、はい、中小企業、なんだっけ、企業庁の長官だっけ、はい、そうです。アメリカ行って、なんかパーティー三昧やってて、うん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 、ここに電通の人間が出入りして、うんうん、まあ、今回の理事が出入りしてた。なんか前田ハウスとか言われてたやつですね。そうそうそう。うんうん、
なんか、前田ハウスとか名前つけるところでもううさんくさいけど、前田前ハウなんスっかて何自やっ分でてた呼んんでだたんですかね？それはちょっとわからないんですけども。うん。まあ結局、やっぱりそこにもちゃんと電通の人間がついてってるわけで、そうですね。直接のもちろん何か仕事があったかなかったかなんてね、そんなの関係ないんだよね。やっぱりそこに一緒に電通ってやっぱり一緒に行っちゃうのよ。でね、そういうことってやっぱりね、博報堂ってできないんだああ、そうなんだ。よね。うん、だってほら、直接のお仕事があるわけじゃないでしょ。今回の出張で、例えば向こうで何か仕事一緒にするっていうなら博報堂でも出張できるけど、そういうのがないと、結局先行投資じゃないですそうですね。か。いつかお仕事もらうために行きますみたいな。で、だけど、そういうのってね、もうね、博報堂ってできないんだよね。もう明確にこのワンジョブに対する支払いが明確でないとできなくて。そういうところがやっぱり電通ってすごいなっていうね。もう今これ先行投資なんですと。今この前田に美味しい餌を投げていればね、何年後かにはきっと100倍ぐらいにして返してくれるんです。いう、なんかこう適当な稟議書書いても、会社が飛行機代出してくれるわけですよ。そういう、やっぱりこれはそういう体質の違いだよね。まあ、企あ、業こ努こ。力というかね、そこら辺はすごいなと。まあ、だけど、その企業努力がね、日本全体にとってプラスになったらいいんですけど、なんか電通の売り上げが上がれば上がるほど日本の GDP って停滞するなっていう気がするので、本当に良くないなというふうに思いますよ。まあ今日はですね、ちょっと本間さんとその電通が、まあ、そのなんかどれだけうちらバカにしてんねんと いう話をさせていただきましたが、まあ本間さんのね、本を読めば、まあ本当笑い話的に喋ってますけども、非常に深刻な話でもあるので、ね、まあ、例えばこの原発広告っていうのを見ていただければわかる通り、原発っていうその非常に危険なものが我々はもう、すごい安全なものだと信じさせられていた。それだけのパワーを持っていて、で、まだでもね、原発は、東京電力が、とかね、そういうところが電力会社お客さんなんで、まだ資本主義のね、中に入ってるものなんですけども、もうそのうち最近はその税金のね、こういう持続化給付金事業を請け負ったり、果てはその憲法改正の、事業とか、広告とかにまで請け負うようになって、もう民主主義の根幹を金でしゃぶるみたいな感じになってますから、それはやっぱちょっとどうなのかなというふうに私は思うんですよね。なので、本間さんと一緒にこういう電通が支配する憲法改正国民投票っていう本も作りましたので、よろしければ買って本間さんを応援していただけるととても嬉しいです。はい。限定動画もついております。はい。まあじゃあ今日は本間さん連日、どうもありがとうございまありす。がとうございます。本間さんが、私の動画に出る頻度が下がってきたら、それは多分、電通が日本から減ってきたっていう時だと思います。はい。平和になってきたんで平す和になっね。てきた時です。ちょっとすみません。ここから雑談なんですけど、撮ってるんですけどね。まだ撮ってるんですけど、雑談なんですが、平和にな、電通がいなくなったら、本当に何しましょうか？何書きましょうか？うちら。まあでもそれないから。ないから、そういうことは。悲しい。ないそうです。はい。あの会社は永遠にああいうもんだから。いや僕が社長になったりしない限りー、は、あの会社は永遠にああだよね。おー、なるほどね。無理無理。じゃあ、まあ、平和な世界は無理だから、しばらく私たちは戦い続けましょうということです。はい。じゃあ、どうも、今日もチャンネル登録といいね。で、そして、ぜひですね、簡単でいいような感想を書いていただけるととても嬉しいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。